ムバーンジュ。皆様、こんにちは。今日から少しずつ拠点建設に励みたいと思います。いろいろな種類があって、まずまず楽しめそうです。まずは、物資の保管場所ってことだな。あはははははは。ようこそ、胸焼けサーバーへ。歓迎いたしますよ。サバ缶さん、見た目は女性なのに声は男性なんですね。細かいことは突っ込まない。このキャラは、必須の武器モッドに組み込まれています。販売はしていませんが。サバ缶特権ってやつだな。いいなぁ、いいなぁ。私、こんなごつい体と顔嫌なんです。あんたも初対面の方におねだりはないだろ。だって、羨ましいんだもん。あはははははは。出し惜しみはしませんよ。アルマさんのメイン画面のプロファイルからアバターの編集で顔項目からレオナを選べば OK。わーい。このごついやつともうさらばだ。わがままでおバカですみません。あ、忘れてた。スーツ脱ぐとごつい体だけどね。今の世の中、見た目が肝心。私、脱がないから全然問題なくてよ。ほんと、おバカですみません。大丈夫大丈夫。それぐらいでちょうどいいと思います。メンタルやられますから。ここ。それにしても、いい装備に気がつきましたねわら。AI さんから露獲したプレイヤーさんにも功労のようです。これは巡回 AI さんからいただきました。AI さんの装備は結構いいですからね。硬いしね。ライド AI さんに持たせた装備は高性能なんで、ベースアタックも刺激があって楽しくなるかなぁとわら。私は弱い AI さんが好きです。そんなのあんただけだよ。忘れていましたが、レオナの設定をそのままで、他のサーバーにログインすると顔の設定はデフォルトになるのでお気をつけを。ラジェ。そんなに気に入ったのなら、この服を特別にプレゼントいたしましょうわらわら。どうもありがとうございます。これで今日から私もセクシーダイナマイトわらわら。まだまだ続く。ゲームバーンジュ。再度ログインしても、レオナスーツ消えずにあった。よかったな。お着替えしちゃいますね。ララクロフト？防弾ベストにバックパック装備するとわからなくなっちゃいますね。残念。お値段、1000ポップの GMG ってどうなんだ？さあどうでしょう。試してみますね。セーフゾーン内の発砲じゃわからないですな。実戦投入でオッケーオッケー。胸焼けバーンジュ、確かに二日酔いに悩ませられそうだわらわら。
まずは保管庫の設置から始めます。コンテナの鍵の設定はお忘れなく。バーチャルガレージに入れるため、荷物を車から移動します。拠点レベル上げないと使用できないみたいだな。敵襲敵襲、丸見えだから怖いよー。コンテナを地面に埋めたのは間違いだったな。わら、この間はあの大砲みたいな音のやつに爆弾させられたんだね。車を盾にしたら間違いなく爆弾だな。わら、ラクター君参戦。あんたは彼に処理してもらえばいいんじゃないの。そうします。動きが早いな。厄介なところだな。AR じゃ当たりそうにないんで、この頂き物のマシンガンを使ってみますね。サーバーリセット近いぞ。なんだか嫌な予感しかしないんですけど、どうでしょう？結構使えるね。下手なあんたもこれで安心。地味な回収作業が本当に似合うよね。わら、ベースアタックってレベル1の拠点でも来るのね。テリトリースポーンできるのね。親切設計。あと5分で装備回収できるのか？さあどうでしょう？15人はいるな。対比対比。あんたは逃げている姿が美しいね。わら、お褒めいただきありがとうございます。最後までご覧いただきありがとうございました。
ろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。